こんににちははインンターン生のの郎ですす今回回第2回目の動画になります、えー、前回の動画は「好きなアーティストを増やそう」というタイトルでお話しさせていただきました。皆さんに幅広く音楽を聴くことが音楽を楽しむ第一歩で自分の音楽性を豊かにできるという話をさせていただいたと思います。そこで今回は私自身がどんな音楽を聴いてきたのかいくつか紹介していきます。 えまず一つ目、アートブレイキーです。アートブレイキーはアメリカで主に活動していたジャズドラマーです。えー、彼はドラムプレイなんですけれども、非常にエネルギッシュで一緒にプレイするメンバーを引っ張っていくような力強さが特徴です。えー、異様なすごい雰囲気と音圧を持った特徴的なドラムロールはまるで滝のようだと呼ばれ、ナイアガロロールと呼ばれています。 えー、彼はまた同時に繊細で柔らかいプレーもしっかりと行える実力を持ったドラマーです、えー、彼は人種差別と戦いながらビバップハードビバップの流れの中心人物となりその黄金期を支えた音楽家の一人でした、えー、次ジミー・ヘンドリックスです日本だと「ジミー・ヘン」という愛称で呼ばれることが多いジミー・ヘンドリックスなんですが、えー、彼は主にアメリカイギリスで活動したギタリストです えー、そのギタープレイは現在の多くのギタリストに多大な影響を与えており今も世界中にファンがいます、えー、彼はブルースとロックンロールの要素をうまく調和させて過激で繊細なハードなギターサウンドでハードロックのギタ基礎を作り上げていきました、えー、またジミー・ヘンドリックス彼は左利きだったんですが右利き用のフェンダー製の白いストラトキャスターを左右逆にして弾くというプレイスタイルそれが彼の代名詞になっています 次ですね。次はバンドです。ハッピーエンドというバンドです。ハッピーエンドは日本で活動していたフォークロックバンドです。えー、彼らは日本語でロックを歌うことを目指したバンドです。えー、ハッピーエンドのデビューした1970年は日本ではロックは英語で歌うものという認識がはびこっており、えー、日本語で歌うロックバンドはほとんど存在しませんでした。 デビュー当初から、日本語がロックに乗るわけがないと日本のロックシーンに議論を起こしてきました。しかし現在では日本語ロックのパイオニアとして評価されています。次ですね。次はイエローマジックオーケストラ、YMO です。YMO は日本のテクノ、ニューウェイブを、 えー、主な音楽ジャンルとして活動していたグループです、えー、日本において音楽にシンセサイザーやコンピューターを本格的に取り入れたグループでありさまざまなジャンルの音楽的要素を取り入れた柔軟な音楽性を持ったグループです、えー、その優れた音楽センスでデビューしてから日本にテクノブームを起こしテクノ御三家のうちの一つとなっていました、えー、また同時に海外でも人気な日本人音楽家でもあります現在は解散していましていまして いますが YMO のメンバーはそれぞれ音楽活動を続けておりそれぞれ非常に面白い音楽を作り続けているのでそちらもおすすめです、えー、ここまで今回私の聞いてきたアーティストをいくつか紹介してきました、えー、これ以外にも私の知らない素晴らしいアーティストはたくさんいると思いますぜひ皆さんもたくさんの音楽に触れてみてください、えー、もしこの動画が気に入った方はチャンネル登録と高評価お願いいたします以上になりますありがとうございます thanks for watching